数年前から日本が力を注いできたクアッドタスですが、南シナ海での警護任務と合わせ、いよいよ対中包囲網が完成しつつあるようです。もともとクアッドタスは中国に対抗した枠組みでしたからね。様々な国の思惑が錯綜していますが、中国からの無視できない情報が入ってきました。中国が南シナ海に人工島を作ったことは、一時話題になりましたね。その人工島が爆破されるらしいというのです。今回はこの人工島爆破について見ていこうと思います。もともとはちっぽけな島でしたよね。でも、今では小さな国の面積になってませんか？中国系ネットメディアであるタタダシ新聞の報道によると、2020年7月、アメリカ政府は中国が知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令しました。それに引き続いて、中国は実効支配している南シナ海に干渉を埋め立てて人工島を作ったのですが、そこを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いというのです。世界地図を見て、お分かりの通り、南シナ海は、海運による物流量が、世界の4分の1を占めるほどの海運物流の要所です。日本においても、中東からの原油輸入における重要なシーレーンなのです。ここ数年、この南シナ海において、中国が20世紀初頭に自国内で定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張し始めました。それに基づいて干渉を埋め立てて人工島を造成した上に軍事基地を建設したりして周辺諸国との間で摩擦を広げる一因としています。中国の行動に対しアメリカは中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張している当初12海里内にイージス駆逐艦を航行させるという航行の自由作戦を展開しました。アメリカ一国だけでなく、オーストラリア海軍などにも参加を促し、南シナ海での中国の海洋権益を認めない姿勢を見せています。アメリカのポンペオ国務長官も、中国は、恐喝に等しい行動によって、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害しているとの声明を出し、強く非難しました。ここで、九段線について説明します。九段線とは別名有事線、牛舌線とも呼ばれている、海上のラインです。もともとは、1953年、昭和28年、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権と、両諸島周辺の領海、排他的経済水域、EEZ、大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が、権利主張のために地図上に引いた、断続する9つの破線のことなのです。ここで大事なのは、当時の中国と中華民国だけの取り決めということです。海域にある国々のことは無視しているわけですね。2016年、平成28年7月、フィリピンは、オランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てを行い、裁判では法的根拠がないため、国際法違反であるとの裁決が下りました。この判決を根拠にして、アメリカは中国の実効支配への動きに反発しています。2020年7月には、先に登場したポンペオ長官が、中国の主張は違法であり、世界は南シナ海を中国の領海とすることを認めないという声明を発表したのでした。この長官の声明について、
中国の反応です。北京大米国研究センター王主任は、アメリカが11月の大統領選挙前に南シナ海で武力行使する可能性があると推測を述べていましたが、ただし新聞は、ポンペオ長官の声明は、アメリカが南シナ海を奇襲するために法律的根拠を与えたものという解釈を述べています。他の中国メディアですが、香港サウスチャイナモーニングポストは、アメリカ軍は南シナ海に毎日のように複数の偵察機を送っていると断定、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行を従来にはない回数と規模で実施しているとも報じました。ただし新聞によると、アメリカが奇襲攻撃をするなら、まず中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島だろうと予想していて、次の攻撃目標は、スプラトリー諸島、南沙諸島になると見ています。さらに、中国が、軍事施設、滑走路とか、を建設しているファイアリークロス礁、英諸礁ミスチーフ礁、ビズミ礁スビ礁、渚壁礁なども攻撃して破壊、周辺の暗礁も、ミサイルなどで破壊するだろうとも予想しているようです。最終的には、中国が実効支配している環礁だけでなく、他の国が、領有権を主張している、暗礁なども含めて、戦略爆撃機を使って爆撃し、すべてを消して、南シナ海の領有権主張紛争を一気に解決するという推理を述べているのです。血で血を洗う喧嘩が止められないなら、原因を消してしまえば、喧嘩の理由がなくなるから、すべて、解決だろうアメリカは、そう考えていると、中国が推理しているということですね。そんな単純なものではありませんし、アメリカが恨まれるだけでしょう。こういった報道に対し、北京外交筋は、奇襲攻撃前に、まずは、アメリカから、南シナ海の人工島に建設した、軍事施設の撤去要求があるはずだという見方をしています。万が一攻撃があるとすれば、アメリカの撤去要求を中国が拒否した、場合だろうとも語っているのです。その後の展開ですが、結局、アメリカの大統領選挙前に、アメリカ軍の攻撃への動きは、ほとんど見られませんでした。あるとすれば、空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのものですから、ただし新聞のアメリカ中国海戦予想は、外れたということになります。アメリカ密輸両選挙の結果としては、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン政権に移行中ですから、内政で手一杯のアメリカは、しばらくの間、中国への動きを見せることはないと思われます。しかし、南シナ海は無視できない豊かな海域です。漁獲量豊富な漁場があり、海底には石油、天然ガス資源が期待できるだけでなく、前述のように重要なシーレーンでもあるのです。だからこそ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどの国々と中国との対立は、この先も収まることはなく、いずれは、代理戦争としてのアメリカ VS 中国の構図が、より鮮明になってくるのではないかと考えられるのです。九段線をめぐるアメリカ以外の動きですが、中国が、自国パスポートの地図に、九段線を書き入れたことに反発した、ベトナムとフィリピンは、パスポートの詐称欄へのスタンプ捺印を拒否、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているそうです。インドは、中国との国境係争地域をインド領にした、デザインの詐称スタンプを作成、中国のパスポートの九段線の上に押すなどして抗議しているといいます。インドネシアは外務大臣が、九段線は絶対認めらない。
中国は国連海洋法条約を遵守する義務があると声明を出しました。同時に、九段線に接するナトゥナ諸島の陸、海、空の軍備強化に努め、北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称、地図に記載しています。アジアの国だけではありません。香港問題なども注視しているイギリスは、最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣、中国を牽制するとともに、今後の南シナ海での活動を見込んで、日本にも寄港して補給基地として利用できるかどうかの調整をすると考えられているのです。そういった状況で、中国人民解放軍は、2020年8月の対艦弾道ミサイル発射実験において、ターゲットとして、実際に船を配置し、2発を命中、撃沈していたことが明らかになりました。この弾道ミサイルは、空母キラーと呼ばれているトンプー型ミサイルで、消息筋によると、中国浙江省からコチ 21D、射程距離 1500km、西部大海省から、東風 26B、4000km を1機ずつ発射し、両方とも航行させていた標的船に命中させたと言っています。このコチは、移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のすべての場所から発射可能であり、発射前の探知は非常に困難なので、着弾前の撃墜は難しいと見られています。この弾道ミサイルでの船舶攻撃実験は、南シナ海有事に展開されると予想されるアメリカ空母やイギリス空母に対して、東風での攻撃が可能ということを見せつけました。アメリカやイギリスにとっては、かなりの脅威になると思われます。